再開が決まっている長崎と7位の清水という対戦になりました。36分です。これは長崎の先制シーン。そうですね、まあ、このゲームこの1点からね、動き出しますよね、はい。まあ、本当にこの、まあ、この試合でこれまでシュートのなかった鈴木選手のファーストシュートなんですけども、本当に彼のスピード、あとは最後のこの意地みたいなところに非常に感じたいいシュートでしたね。そして前半の終了間際なんですけれども、清水が同点に追いつきます。そうですね、まあ、これは本当にこう最後ゴール前の崩しの部分って言っても理想のゴールだと思いますね。もう本当にいい形でしたね。でその後またこれで終わるかと思ったら、前半のラストプレーで、しかもセットプレーで長崎が逆で勝ち越し、まあ、もう投げたねボールももちろん良かったですけども、はい、パーマ選手のその強さが点に結びつきましたね。2対1長崎リードで後半向かって58分です。これは清水の2点目ということになります。まあ、このドークラス選手の、まあね、この仕掛けの部分からこのワンタッチを織り交ぜて最終的なこのラストパス、そしてフィニッシュっていうところ、まあ、抑えの効いたフィニッシュ、まあ、サッカーでいうねセオリー通りのこの逆サイドを狙ったシュート、まあ、本当にパーフェクトだったと思いますね。2対2再び同点。そして61分、まあ、これはビューティフルゴールですよね。まあ、一度はチョンペス選手がね、はい、カバーしてクリアはしてるんですけども、よくこのクリアゴールに対して反応しましたよね。そしてその直後です、今度は清水、まあ、またこのドーグラス選手の突破からこのボール、まあ、非常にねもう決めるだけのシュートでパスではありましたけども、はい、まあ、この入り方ですよね。まあ、最初に動きのところでファーでつっといてニアでドーンと合わせるっていうね。でこのシーンでチョンテセがファウルを受けて PK をもらいます。今日はね先発が21試合ぶりだったチョンテセですから、こう徳重も手に当てたんですかね。そうですね、まあ、こう気持ちがね勝ったチョンテセ選手のゴールだったのかなと思いますね。そして87分です。ここはこのシーンでバイスが倒されて PK。まあ、ここに対しては、ね、審判のジャッジなので、うん、なんとも言えないですけども、まあ、本当にこう、ね、鈴木選手の得点もう本当にこう PK を取った瞬間からも自分が蹴るんだという意思表示、あとも冷静に心を落ち着かせてこのゴールっていうところで、まあ、本当に、ね、高木監督への、その恩返しみたいなね、今日の2得点でしたよね。はい、まあ、結果4対4のドローゲームということになりました。